んばんは、桜彩音です。この番組は先輩、あ、違う、私たち先輩後輩コンビが超 A&G プラスの時間をちょっとだけお借りしてお届けするハイテンショントーク番組です。どうしたんですか？あのね、ライトをずっと見ててから、パッて見たらなんかすごい白いの、この辺が。なんだい、そう、なんだい。ちょっと見てみて、あれ、こうやって見てから、パッて前見ると、もう見えないの。うわー、すげー、見えねー、すげー。さっきからこれ発見してちょっとやってんだよね。そう、今そこのモニターが全部見えない。そうだって、ってなった。すげー、見えない。すごい、これ確かにこうしたくなるわ。あ、面白いね、面白かった今のね。ね、あのね、2本目だと思うね。なんか喋るけど、そんなにないパッパラパーってなっちゃう。パッパラパーだから、11月も終わりますね。イエーイ。ということで本日も30分。嘘、なんもなんか、なんもないよ、なんもないよ。ちょっとじゃあよろしいですか、やはりさくらのちょっとお願いよろしいですか。改めまして、萩沙織です。さくらやねです。ねえねえ、今更なんだけどさ、どっちのカメラ見たらいいの？本当だ。こっちか。これは何を？あ、あー、なるほどね。いやさ、ずーっとさ、こっちか今。ずーっといつも思ってた、うんうん、いつも聞けなかったんだけどさ、うん、これどっちのカメラ見たらいいのかなってさ。え、今パイセンあっちのカメラ見たらいいんじゃないですか？ほら、あっち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 。だってこっち見てたら私見れないじゃん自分の。え、見れ、そういうのあるよね。あー、こっちか今。そういうのあるよね。あー、確かに確かに。じゃあみんなからのメールを読んでいこうかな。ラジオネーム、唐揚げ食べたいさんからいただきました。うん、なぎさん、さくらさん、こんばんは。こんばんは。この前の放送で、さくらさんは、うん、肩のところに穴が開いている服を着ていましたね。うん、寒くなってきたこの時期に、うん、服の穴を直す余裕もないなんて。うん、声優さんって、やっぱり生活厳しいんですね。やはぎさん、機会があったら、さくらさんに服を買ってあげてくださいね。服は差し上げたよね、この前。そうですね。5点ぐらいいただきました。5点ぐらい差し上げましたので、はあ、あの、桜さんのここに開いたやつは私が後で縫っときますので。ああいうデザインだからね。大丈夫でーす。ああいうデザインだし、okay、私ちゃんと実家暮らしだから余裕あるし、あ、大丈夫だし、何？これパイセンと一緒に選んだやつですよ。そう。そう。このニットね。そう、このニット。ちょっと寒い。薄手で、これだってすごい、薄手だし、9月の頭ぐらいじゃん。多分朝入ってるから、うん、ちょっとね、あ、ウール 100% だった。あー、小持ち感が。そうかな？うん。うん。飲んでなさい。そういうカンペやめなさい。もう体型のせいなんだから全部。それだけか。読みます。あ、じゃあこれ桜さん読んでもらおうかな。久田さんです。はい。ファイサーエネル、ちょろーい、ちょろーい、ちょろーい、初投稿です。ありがとうございます。突然ですが、お二人はお店で店員さんに話しかけることができますか？うん、私はどう話しかけようか迷いながら店内を一周して、すみませんと話しかけるタイプです。あと、どうしたら彼氏できますか？それは私も聞きたい。私も聞きたい。これはみんなの永遠のテーマでしょ？ていうかさ、あの、いる子はさ、ほんと、糸もたやすくそうなんだよね。だし、次から次へと。ね、あれは、あれなんなんですかね？彼氏いる子ってさ、別れてもすぐ次ができるんだよ。あれはどういう仕組みになってるんですかね？え、わかんない。なんでさ、なんでさ、え、ない人に流れてこないでさ、その、いる人にばっかりみんな。え、どういう流通方法なの？わからない。何か、なんなの？なんか予約みたいなのするの？どこかに。でも多分、リザーブしておかないと、もう、なんか、なんだろう。もう、こう、かっこいい人は、かわいい子と付き合って、どんどん。まあ、でもそれは、しょうがないじゃない。だって、かわいい子とかっこいい人が付き合うのは、そりゃ、当たり前のことよ。そんな高みはの、求めてないんですよね。あの、ね、ね、なんか、え、ねえ、ねえなのにな、そんなない？え？なんかね。そんな高みは求めてないから、だから向井理と付き合いたいとか思ってないんですよね。そうね、そうね、そうね。逆になんか、ですよね、イケメンいると恐縮しちゃうよね。そう、なんか、すいません、あ、なんか、すいません、いい、いい、いい、ちょっともうちょっと向こう行ってもらっていいですか？頑張りなさいみたいな、気になるよね。うん。だからダメなんじゃないですか。
そうだね、はい、なんかうちらイケメンに近寄らないもんね。そうですね、怖いもんね、なんかイケメンって怖いよね。怖い怖い、すごい怖いだからこっちから。でも、あの子がいるのになんで的な、ね、それはちょっとわかるんですよね。そう、そう、失礼なのは分かった。でも心の中で思うのはしょうがないから、あの子にこのメンズはぁーみたいなあるよね。あります、渋谷とか歩いてるとない。よくあります、よくあるよね。すごいある、すごい思う、すごい思います、すごい思う。もうでも私の場合、うん、それはもう外見が可愛いとかじゃなくって、内面的にちょっとこう、え、それはマナー的にどうなのっていう行動してる人が、子供を連れてたりとかすると、うん、どうやって旦那さん捕まえたんですかってガチで聞きに行きたくない。それは旦那もそういう男なのよ、きっと。ああ、そうなんだ。ルイタマ、ルイタマ。ルイタマ。そう、そういうことよ。で、なんだったっけ、え、何でしたっけ、店員さんに話しかけることができますか、うん、え、全然できる、うん。できる。なんか、むしろいつも行くお店って変わん、同じだから、同じ人が超顔見知りになって、うん、あ、どうもどうも、みたいな。え、じゃあ、矢作さんみたいな。これ昨日入ったんでちょうどいいくないっすか。それ夜中なんですよ。え、それ夜中なんですよね。さ、私いつも夜中くんに接客してもらってたのに。実はそうだったんじゃないですか。そうだったのかな。でもそん、言われてみれば、いや、翼だったかも。ちょっと今度確認してみたら、あの、ネームプレートとか、うん、確認したらいいんじゃないですか。翼って書いてあるかも。そう、夜中じゃないです。どっちかつくか。翼とか書いてないかもしれない。じゃあちょっと読む。はい。お寿司食べますし。あ、なんか特に上から読んでもみたいな。なかったわ。ごめん。ハギパイセンアヤネル。ちょっとお時間よろしいですか。よろしいですよ。どうぞ。2012年も残り2ヶ月切りましたね。ほんとだよ。そして、12月にはリア充なイベント盛りだくさん。ちょっと何言ってるかわかんないです。今年はなかなか友達と予定が合わず、女子会にすら参加できません。女の子だね。そこで一つ提案です。うん、ちょろいイベントを開催してください。女子限定で。おお、いいんじゃない、いいんじゃないですか。ガールズパーリー、あ、いい、いい、ちょっといいんじゃないですか。ちょろいガールズパーリーみたいな、いいじゃないですか。例外もありますが、やはり女性声優さんのイベントって基本的に男性が多いと思うのです。なのでイベントによっては気軽に参加できず、ちょっと躊躇してしまいます。あ、やっぱそうなんだね。そうか、ごめん、ごめん。すまぬ。たまには、そういう女子限定のイベントなんてどうでしょうか。え、やる、やろうよ。え、ただし、ちょっと待って、な、なんて。パイセン、パイセン、ちょっと待って。普通のイベントすらやってないのに。普通のは、だって、え、男子も女子も来れるようなイベントですら、うちの番組やってないし。やってないね。やってないけれども、なんかほら、そういうのはまた別の機会に。ね、どっちかっていうと、こういうのが一回イベントやってから、その上で、じゃあ次はちょっと女子だけでね、みたいな。なんで、なんでその、何その、なんかなんか男尊女卑みたいな、女卑みたいなさ。女卑であって女子先にやろうよ、じゃあ。いや、別にいいんですよ。あ、昼の部は男子。夜の部は女子。それいい、二回回し。それいいじゃないですか。それいいじゃん。うん、それいい。それいいじゃん。それいい。え、夜は、え、ビールあるでしょ。え、ちょっと、え、女子とみんなでこうビールかけて、シャーシャーシャーみんな騒ぐよー。それ多分ロフトプラスワンとかでしかできないですよ。え、そうなの。はい。多分。女子みんなで、イェーイ。もうそれだってイベントじゃなくて飲み会ですよ。私参加できないし。あ、そっかー。じゃあダメかー。そうですよ。まあ、飲む分にはいいですけどね。まあでも女子会はありですよ。女子会は全然ありだと思う。全然ありだと思うよ。いい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 。でも、そっか。え、それは、うん、え、彼氏ありの子も彼氏なしの子もみんな OK な。ディベートしましょう。ああ、いいね。はい。なぜパイセンが結婚できないのか、みたいな。だから、サミットです、サミット。サミット?サミット。会合。マジか。そうだね。でも、それは、ちょっと、いろんなさ、女の子の、うん、世の女の子の意見を聞きたいよね。はい、なんか、うちら知識偏ってんじゃん。偏ってる。この業界ってさ、なんていうの、こう、コミュニティが狭いっていうかさ、そうですね、なんていうの、外のさ、もちろん、中学とか高校の同級生と、すげえ私、割と遊ぶタイプだから、そうです。なんか、外で、最近転職してさ、みたいな。
マジか今何やってんのみたいな、うんうん、で丸々くんどこどこの会社就職してとか、うん、そういう話とかさそういう話をお客さんとするつもりですか。違う違う、なんかそうやっていろいろ周りの話聞くけど、うんうん、その会社の先輩とかこの上下関係がこうであーでとか、うん、あそういう感じなんだね外の会社はみたいな。でもそういうのあんまないじゃん。そうですね、さくらさんを見てもらえば分かると思いますけど、なんでそういうのないんですよ全然。それこそこの前の天然問題とか、なぜ彼氏が均等に配布されないのかとかそういう話をする均等に配布されないってさ芋ようかん切るわけじゃないんだからさ例え方やめてくれない。はい、そのなんか、なんで大勢の芋ようかんなの、芋ようかんをうまく切り分ける方法みたいな。大勢も芋ようかんなんです。芋ようかん好きだからだよ。でもそうね、それは、それいいですね。そう、そうね、女子トーク。女子トーク。女子でし、しかできないみたいな。ちょっと男子がいたら、あの、あれだよね、あの、下着売り場でさ、ブラジャーと、ショーツとあともう一個ネグ、なんていうの？キャミ、薄いキャミソールみたいなの売ってるけど、あれは、いつ着たらいいのかみたいな。あるじゃん、あるじゃん、そういうのあるじゃんね、あるじゃん。あの薄いペラペラしたさ、超透けるやつは、これは勝負用なの？それとも何用なのみたいな。普段に着ていいのみたいな。よくわかんないの売ってんじゃん。でも5000円ぐらいすんの。あります、ね、高いのよ、あれ。彼女が着てたら、彼女お金かけてるってことだからね。すごい高いのよ。だからみんな、男子で彼女いる人は、彼女がそういうの持ってるかどうか、ちょっと下着こう開けてみてみて。あの、あれが入ってたら、彼女かなり下着にお金かけてるから、あのテロテロしたのは本当にいつ着たらいいかわかんないし、ブラジャーの上から着ていいのか、それともブラジャーを取ってつけるのか、いまだにわかんないしさ、最近もうやめてもうやめてだって私、もうやめてちょっと女子で。たくさんのお便り知ってる人教えてください。私わかんないの、着てないの、お店の人にも。これいつつけるんですかって。恥ずかしくてさ、誰か教えてください。だからそういうのサミットしましょう。そういうのサミットしましょう。だからちょっと男子の皆さんごめんなさい、ね。はい。今女子にしかわかんないと思うけど。さあ、というわけで、はい、ふつおた感想、私たちに聞きたいことなどまだまだお待ちしておりまーす。なんなんか、あるじゃん、でも。矢作、さくらの、ちょっとお時間よろしいですか？さゆりさんと、あやねちゃん。さくらさんはもうすぐ19歳。とはいえ、なんなのこの音楽。まだまだお子様ね。ということでこのコーナーでは、様々なシチュエーションにおいて大人はどんな行動をするべきなのか、大人である私さゆりさんが子供のあやねちゃんにいろいろ教えてあげたいと思うわ。というわけで、前回はなかなかキャラが定まらなかったわけなんだけれども、なんなのこの気の抜ける音楽は。これさゆりさんの雰囲気に全然合ってないですよ、ね。あやねちゃんがあやねちゃん合わせなんですね。あ、そうなんですか。まあ、というわけで、はい、早速リスナーさんからのメールを紹介していきたいと思うわ。はい。こちらが、風鈴はセンスで仰ぐさんからいただきました。息多めです。バーのカウンターで一人お酒をたしなんでいると、はい、そこへバーテンダーが、あちらのお客様からです。と、一杯のカクテルをそっと差し出しました。バーの奥を見るとスーツを着た男性がこちらをチラリ。こんな時大人の女性ならどう対応するのが正解ですか？こういうのありますよね、よくなんかあちらのお客様からですシューみたいな。あるわね、シューみたいな。そうね、ありますよ。まあ、あやねちゃんはね、はい、まだお酒も飲めないからなかなか経験もないと思うんだけれども、ドラマの知識とかいろいろ駆使して、なるほどね。じゃあちょっとまずやってもらうかな。はい。うん。これ何やればいいんですか。じゃあこちら、あちらのお客様からです。あ、ありがとうございます。あ、お一人ですか。あ、すごい恰幅いいですね。素敵だと思います。すごい素敵。あ、ちょっと今日待ち合わせがあるので。え、あ、うん。あの、これ私のだわ。ごちそうさまでした、ありがとうございました。じゃあまたお会いできる機会があったら。あ、じゃあ、あみたいな。あー、なるほどね。
違う。なんか、うまいことかわすっていう。そうね。うん、ま、いい場合と悪い場合があるのね。うん、その、ま、いろいろあるんだけれども、じゃ、今回は、ダメだった。ちょっと NG と思った場合の方法を、じゃ、ちょっと、はい、お願いします。教えてあげたいと思うので、はい。あやねちゃんが、はい、私にお酒をくれるお客様。くれるお客、じゃあ、なんかちょっとこの辺で、ちょっと距離の、そう、そうね。あるところで、ね、はい。で、バーテンさんから私がいただくと。うん、じゃあ、やってみようかな。あら、あちらのお客様から。ああ、ちら、ちら。私がこんな安い酒飲めると思ってる。超かっこいい。付き合ってもらっていいですか。出直してらっしゃい。かっこいい。あの人は。って感じかしら。さらに声に落とす。ちょっと吹きましょうね。ちょっとガチでここガチでガチでここ飲み切ったと思っていたら飲み切れてなかったわ。ちょっとね、でも台本にちょっとあれしていただいたから、ね、まあそうですね、こんな安酒一杯で私が落とせると思ったら大間違いよ、出直してこいということを伝えたかったの。なんかもう割と超いいお酒とかだったら、あ、そういう場合は、もちろん OK よ。OK なの OK なの値段によるかな、やっぱ OK なんですね。OK かな、あ、これやっぱ OK。これによるかな、よるんですね。やるかな、おっとな。じゃ、ちょっと次も行ってみようかな。こちらが、はい。爪楊枝、うん、ですね。の、用心棒、用事だから用心棒。あー。気づいちゃって言わなきゃよかった。いただきました。乗りたかった電車のドアが目の前で閉まって行ってしまった。こんな時、大人の女性ならどうする？ということで、これはね、よくある。これ、すごいバラエティで見たことある。ある？あります。じゃ、ちょっとじゃあ、やねちゃんに、大人の女性の、大人の女性の、していただくと。ちょっと閉まるドアやってもらっていいですか？閉まるドア。私が、ドア閉まります。終了って言ってもらっていいですか？はい、ドア閉まります。ご注意ください。ピシュみたいな。え？違う。近い。ごめん、今の、っていうのは、何だったの？いや、もう、次何本かな、みたいな。ごまかす、ごまかす。ああ、なるほど、なるほど。ちょっと乗り遅れちゃう。ちょっと違うかなーって。ちょっと違うかな、なんかその、多分普通に、その、慌ててる時だったらこうなっちゃうと思うんですよ。なるほどね。はい。じゃ、ちょっと大人の女性だったら、はい、そうですね。うん。もうちょっと多分、大人の女性は急いでるけれども、それすらも楽しいの。もう優雅なの、ね。優雅だから。じゃあちょっと私、ちょっとドアやるんで。ちょっとドアやりますね。なあ、シャニャース、なあ、シャニャース、ピシー、オーシャンゼリーゼ。マジっすか。優雅でしょ。優雅ですね。サウンドオブミュージックみたいな感じですね。もうすべてが流れ作業なの。確かに。すべてがミュージカルなの。人生がミュージカルなんですよね。そうなのよ。人生はね、流れていくの。だからここで止まってはいけないの、流れなきゃいけないの。流れないといけないんですね。そう。やっぱそっか。流れを止めてはいけないのよ。ドアの前でくるっとターンする。そうなの。抗ってはいけないのに、そこで止まって、ね、あってなってしまうことこそが一番いけないことなの。ストップじゃなくて。そうなの。進まなきゃいけないの。ストップすらもターンに変えていく精神。それが大事よ。優雅ですよ。優雅でしょ。はい。というわけで、はい、なかなか勉強になったんじゃないかしら。そうですね。大丈夫？日常で使えるかな。さあ、こんな感じで、はい、あやねちゃんにいろいろ教えていきたいと思いますので、はい、リスナーの皆さんは、こんな時大人ならどうする？というシチュエーションを送ってきてくださいね。はい、以上、さゆりさんと、あやねちゃんのコーナーでした。やはり、さくらの、ちょっとお時間よろしいですか？Do you have time? あたしか。番組名、ちょっとお時間よろしいですかを英訳すると、
Do you have time? Do you have time? このコーナーは番組名まんまの意味ですが、リスナーの皆さんからちょっとした時間にできることを募集し、時間の活用術を順調学んでいきます。にゃーん。なんかね、はい、最初に疲れてくると滑舌が非常に甘くなるんだよね。さっきのターンで体力をちょっと初だね。初ですね。というわけで早速時間の活用術を紹介したいと思います。はい、サリバン先輩からです。はい、バイセアヤネル、こんばんは。こんばんは。こんばんは。僕はいつも暇な時、頭の中で、うん、自分の好きなアーティストの三大神曲を決めようコーナーが発足します。もう考えてるだけでワクワクしますよ。ということで、ちなみに、うん、ディレクターさんの三大神曲を、例題としてね。そう、例題として教えてもらったんですけど、うん、フィンランドのバンド、アモルフィスのベスト3。あの、変な T シャツのやつでしょ。そう、多分木が頭になってるやつ。3位。あれじゃないの？あれですよね。あれじゃない。あれじゃない？え？あれか、タイムなんとかって書いてあるやつか。なんかすごい英文が載ってる。あ、行けって感じ。まあ、3位、3位。3位。ねえ、読めない。え、これ何？何シャーマン。2位。ハウスオブスリープ。1位。シルバーブライド。ブライド、ブレイド、ブライド。ブライドで合ってるって。はぁー。これ、1位の時に、ね、全然曲が再生されないんですよ。再生されてこないんですけど。なんで、一体何人の人がわかるよ。わかんない。わかるのかな、みんな。全然わかんねえよ。パイセン、パイセン、1位のところに、なんか、これ1位だっていう、こういう、大特化みたいな、そういうのが、そう。で、囲まれてる。うん、もう、字かわいいな、そう、字がすごい綺麗。そう。あの、いかつい感じから、こんな女子みたいな可愛い字かと思ったって。すごい字上手なんですよ。めっちゃ、達筆なんだよね。書くには達筆。教科書の字みたいな。かわいい女の子みたいじゃん。うぅはい、あんまりやると怒るよ。はい。二人は？え？やらない。私もやらない。でも。やらない。ニーナの好きなセリフ、ベストなんとかとかは、やるかな。あ、そうか。今度ね、ベスト50ぐらいやろうかね。今度。何で？好きなニーナのセリフ、ベスト50みたいな。どこでですか？ここで。ここで？それ私いない方がいいですよね。いや、いいよ、見てても。いいよ、見てても。キサイチさんとか呼べばいいの？寝ろ！寝ろ！こちらがラジオネーム、モモンガ。太郎さんからいただきました。パイセンアヤネルチョロース。チョロース。ちょっとした時間にできる小顔体操を小耳に挟んだのでお伝えします。小耳に挟んだの、うん、なんかやってるとかじゃねえんだ。うん、まず、背筋をピンと伸ばしたまま真上を向きます。そして、その体勢のまま口を思いっきりうーの形にします。その後、口をいいの形にします。それを何度か繰り返すと、顔のたるみが解消されるとかされないとか、通勤時の暇な時間にでも試してみたらいかがでしょうかって。え、こんなの女子ならみんな知ってることじゃん。え？てか、ここを伸ばすの、ここの筋肉を伸ばすのがいいんだよ。だからさ、私いつもで、釣り革とか捕まってる時、いつも大体こうだもんな。やんないの？朝とか、あとなんていうの、顎をこうやって、うーってやって。それ電車の中で。ちょっと、ザクラさん、あ、そこ、チラチラチラっと、チラチラっと。こう、ガタンガタン。全然、やんないの？あ、気持ちいいよ、ここ伸びて。ほら、朝取材とかさ、そういう時。え、やった。ちょっとやってほしいんじゃない？ここ。今から。わかんないよ。来週には。上向けますか？おい。違う。あ、わかんないよ。これでさ、ちょっと来週ぐらいに、だから電車とか、うん、全部だから、こっち、いつもこっち行ってもいいんだよ。いや、デブがここが甘くない。笑われんの。そんなことないですって。あんまり自分を卑下しないでください。そんなことないよ。さてと。サンバでマンボウさん。はい。パイセンアヤネでチョリース。チョリース。僕は授業中暇の時。チョリースなんで今来ちゃったんですか？それは。チョリースニーナが言ってたなと思って。僕は授業中暇の時、その時授業をしている先生と、
付き合ったらどんなところでデートをするかというか何言ってんのこれ気持ち悪い可愛い女の先生だったらいいのですが、残念ながらうちの学校にはむさ苦しい男の先生ばかりなので、おっさんとのデートプランを考えます。ちなみに国語の大野先生とは牧場に行きます。大野先生とは知らねえよ、知らねえよ。すげえ、乙女、乙女なの？乙女なんだ。え、ちょっと待って、大野先生がすごい気になる。どんな感じなんだろう。どんな先生なんだろうね。だから、そこか、牧場だから、あの、あれですよ、石ちゃんみたいな感じ。あ、そっち？そっちじゃないですか。系か。なんかすごい私は逆に、ちょっと色黒で、サーファー系なんだけど、でもちょいおっとりしてて、なんていうの？おかサーファーみたいな。お母さんば、お母さんば、え、そうそう、坂口健二をもうちょっと優しくした感じ、柔らかおっとりさせた、ね、おっとりさせた感じな感じをイメージした。あー、そうした。私なんか石ちゃんと一緒に行って、なんか乳搾り体験とかする。だってそれじゃ当たり前じゃん。石ちゃんめっちゃうまいんですよ。知らねえよ、その情報いらねえよ。なんかこれギャップが欲しいよね。あー、まあそれは確かに分かるな。この人とこんなところに来て、この人がこんなに楽しんでくれてる、キャホーイみたいな。おふうおふうそういうのない？確か得意、対戦妄想得意ですよね、なかなか。うん、だからほら、ニーナとカラオケ行くのって当たり前だけど、ニーナと牧場に行くのってまたちょっと違うじゃない？聞きます、聞きます、うん、そういうのどかなところでもニーナ楽しんでくれるから、そういうのがいいよね。さあ、というわけで、まだまだちょっとした時間にできることをお待ちしております。以上、Do You Have Time でした。お送りしてきました、矢作さくらのちょっとお時間よろしいですか。そろそろエンディングのお時間になってしまいました。はい。いい加減ブログが欲しい、コーナーの紹介のお時間です。はい。確保した方がいいエピソードは、確保！大人なシチュエーションは、さゆりさんとあやねちゃん。私を改造するための方法は、さくらあやね改造計画。うん。矢作さんが怒っていそうなことは、矢作さんが怒っている件。私たちにリハーサルしてほしいことは、ちょろいリハーサル。あなたの身の回りのイケメン報告は、あなたの学園のハンサム。ワイルドタイバーに解決してほしいことは、行きますよ、おばあさん。ちょっとした時間にできることは、Do you have time まで。はい、他にも普通と番組の感想など全てのお便りの宛先は、おはがきの場合郵便番号105-8000に文化放送超 A&G プラス矢作さくらのちょっとお時間よろしいですかまで、はい、メールの場合は全て小文字で、はい、お時間@joqr.net、 お時間の綴りは OJIKAN です。ということで本日の放送いかがでしたでしょうか。はい。もうね、頭の方何喋ったのか全く覚えてないんだけれども、11月26日、はい、先週一回お伝えしたんですが、そうですね、はい、声優パラダイス、はい、ボリューム14に、ちょっとお時間よろしいですか、はい、私たちの写真と、はい、インタビューが載っておりますのでね、もう一週間切ってますから、切ってますので、はい、皆さんぜひ発売日にお買い求めください、はい、よろしくお願いします、はい、というわけで今日はこの辺でお別れのお時間です。お相手は私、萩沙莉とさくらあやねでした。来週もこのお時間にお会いしましょう。バイバイ。